東口吉行駅は神奈川県藤沢市善光一丁目にある小田急電鉄への島線の駅である。駅番号は尾江11。縁起の良い駅名として、かつては記念入場券が発売されていた。江戸時代初期に善光寺という寺があったことから、集落名を善光という、相対式ホーム2面2線を持つ地上駅で京城駅舎を有する。線路は堀割部にある。 エレベーター設置。乗り場は東側を一番ホームとして、下表の通りである。上下ホームにそれぞれ冷暖房完備の待合室が設置されている。これは、江ノ島線の急行通過駅では当駅にのみ設置されている。近年の乗降人員、乗車人員の推移は、下表の通り。駅南側のトンネル駅の南側には、江ノ島線で唯一のトンネルがある。 六海日大前駅にかけては、田園風景が広がる。坂の多い場所で、駅は、丘陵の中央付近に立地するため、どこへ行くにも上り降りが必要である。駅付近の丘陵にはかつて、藤沢カントリークラブがあったが、戦時下、海軍に徴用され、藤沢海軍航空隊が設置された。また、現在、江原製作所などが存在する一帯に、 海軍藤沢飛行場が建設された。最寄り停留所は駅西口のロータリーにある全港駅となる。以下の路線が乗り入れ、神奈川中央交通により運行されている。ありがとうございます。